読みの狭間スサノオ通常に今宵は陰陽道と仏門で挑みました。陰陽道はなんちゃって陰陽道です。英傑は真田昌幸、織田信長、石川一忠、丹波長秀、そして杉谷善十郎。特徴的な英傑2体を紹介します。石川一忠、コスト6の雅楽です。固有技能は数制の采配、味方全体の防御力、回避力、物理耐性、術耐性を上げてくれます。丹羽長秀、コスト6の医術です。固有技能は米ごろうさ、味方全体の生命力と気合を回復してくれます。狙う順番は敵3、5、6と考えましたが、多少のズレは仕方ないです。
you
です。